試合前に GAC 会議の管理委員長を上位4時より選手権試合宣言でございます。 GAC ジュニアタック選手権丸藤健太組対鈴木小太郎リッキー丸瓶組丸藤健太組の6度目の防衛戦であります。北海道札幌市月寒グリーンドーム4000人の観衆が見つめています。60分の一本勝負、上樋口管理委員長により認定証が読まれています。ここまで防衛すること実に5度、守り続けてきたこの GAC ジュニアタックのベルト、今宵6度目の防衛戦、挑むは鈴木小太郎そしてリッキー・マルビンであります。今そのベルトに手をやりましたリッキー・マルビン。さあベルトは動くのか、6度目の防衛に成功するのか、まもなくゴングです。本日のメインイベント GHC ジュニアタック卓球選手試合60分一本勝負を行います。青森は挑戦者チーム180ポンド、リッキー・マルビン。丸藤君、ベルトはもらうからね、リッキー・マルビン。今度こそ取る、鈴木小太郎、ものすごい数の紙テープだ。月に向かって蹴れ、健太。グリーンドームから東京ドームへ丸藤直道。 GAC ジュニアタック選手権王者丸藤健太みたい。本当にベルトもらうよ。試合前にリッキー・マルビンからの挑発であります。反応な日本語、今丸藤健太に対して挑発していきました。チャレンジャーは鈴木小太郎リッキー・マルビン組であります。ここまで5度の防衛に成功、丸藤健太組、月寒グリーンドーム4000人の観衆で埋まりました。チャレンジャー鈴木小太郎リッキー・マルビン、この2人が組みました。王者丸藤健太からベルトを強奪することができるか。鈴木マルビン組が取ればベルトがメキシコに流出ということになります。全く不安材料はないと語った丸藤健太組にどう挑むか、チャレンジャーサイド。さあ先発は、さあ仕掛けた、青コーナー鈴木丸瓶組がまず仕掛けました。健太がキックで切り裂いていく、丸藤も戻りました。さあ合体だ、そこに丸瓶が割って入っている。顔面へのハイキック、健太、そして小太郎がトップロープを越えて戻ってきた。2人を投げ飛ばしていきます。そしてマルビンがトップロープだ。マルフジ健太王者の2人にダイビングボディアタック、目まぐるしい攻防、ダブルのドロップキック、王者がリングの下。さあ2人で飛ぶか、いったー、小太郎マルビン空中戦、チャレンジャーサイド仕掛けています。どよめいている月寒グリーンドーム、こちらは王者の姿を捉えています。丸藤健太6度目の防衛戦、まずはチャレンジャー鈴木丸瓶組が仕掛けました。放送の解説は三沢光晴選手です。三沢さん、はい、いきなり仕掛けていったんですが、やはり勢いというものは青コーナーありますか。そうですね、いい動きしてますよね、6度目の防衛戦になる丸藤健太組、場外カウントが数えられています。伊沢さん、最後の 4.25 武道館では伊沢さんと小川選手が持つ GAC のヘビーの方のタッグに丸藤健太が挑んできました、はい、どんな印象を持ちましたか。そうですね、やっぱりあのタッグとしてはもう完成しつつある2人ですからね、まあね、簡単なヘビーではちょっと勝てないという感じをしましたからね、三沢選手自身も丸藤選手のナザル式の知らぬい食らいましたし、はい、それから三沢選手が変形のエメラルドまで出しました ね、 そうですね。これはどんなものがあったんですか。まあそれは出さざるを得なかったというかね、まあ、そのぐらいまでこう追い詰められますもんね、三沢選手に変形のエメラルドフロージョンまで出させた丸藤健太組、今宵鈴木丸瓶組を迎えまして6度目の防衛戦に挑んでいます。丸藤の場合受けはやっぱり完璧ですからね、はい、
自分の体をやっぱ自分でコントロールできてますんでね、あの王者組が言っていたんですが、全く負ける要素が見つからないと言っていましたけど、三沢さんの目から見てどうでしょう。そうですね、まあ、試合は分からないですからね。でもね、まあ、やっぱりでもマルビン、ね、小太郎組勢いありますんでね、いい風にあの波に乗ってくれればと思いますよね。鈴木小太郎は 4.3 リファ有明で GAC ジュニアタック、この丸藤健太の持ちますベルトに小川とのタッグで挑戦しました。あの試合、小川が丸藤のなだれ式白縫いを食らいまして敗れています。一方の今赤いロングタイツ入ってまいりましたリッキー・マルビンは2003年の 9.12 日本武道館大会、ゲレーラとのコンビでこの丸藤健太に挑戦しましたが、このマルビンが丸藤の白縫いに沈んでいます。鈴木、マルビンともにパートナーを変えて再び挑んできた GAC ジュニアタック、持ち続けているのは初代王者であるこの丸藤健太であります。目まぐるしい攻防から一旦間ができまして、突き刺むグリーンドーム、4000人のお客さんから拍手が沸き起こりました。押し込んで赤コーナー、ここでタッチが交わされました。健太から丸藤です。まずは細かいキックから丸藤がマルビンを飛ばして、丸藤がエポードロップ、最初のカバー2カウント、ゆっくりと起きていきました。キャメルクラッチ式、顎のあたりをしっかりと捉えている丸藤直道です。あの一昨日の札幌停戦ホール大会では、はい、健太の膝蹴りが誤爆しまして、ね、丸藤がこのマルビンから取られた、ね、ということがありましたけれども、はい、やはりそういうこともありますからね、一瞬の油断というものが負けにつながりますよね。盤石と言われるこの丸藤健太組にどうこじ開けていくか、高速のノーザン放っていったリッキー・マルビンです。ベルトが移動するのか、それとも6度目の防衛に成功するのか、足をかけた、首も固めています。共に空中技があります。ルチャの名門で育ったリッキー・マルビン、ノアの天才丸藤直道、逆に返していった、投げ飛ばすようにして打開していったマルビンです。丸藤君、ベルトはもらうからねというアピールがありました。健太を落としました、エルボー、そして足を取った、丸藤をリングの中央、膝を痛めつけていきます。ギロチン式、まずはこの丸藤の動きを止めようということで、マルビンが丸藤の下半身、足のあたりに攻撃を絞っていきます。あ、そして今ブラインドになっていました、レフリーからブラインドとなっていた膝のあたり、さあ自陣の青コーナーに戻してきました。あっという間に5分が経過しています。 GHC ジュニアタック選手権、丸藤健太組の6度目の防衛戦、太ももに、そしてひねるようにして膝へ攻撃を絞っていきます鈴木小太郎。伊沢さん、はい、この鈴木小太郎はこの2ヶ月の間にこれで3度目ですよ、タイトルマッチ。そうだね、貴重なタイトルしてますんでね、ある意味自分にはいい自信だったと思いますけどね、はい、それだけ期待されているという証拠と考えてよろしいですかね。そうですね、今伸び盛りですからね、はい、年齢的にはね、小太郎の上ですけどね。そうですね、4.3 のディファでは GAC ジュニアタックに、そして 4.28 新日本の広島大会に乗り込みまして GAC ジュニア流出したままとなっている、そのベルト奪還に向けてライガーに挑みましたが敗れています。伊沢さん、 GAC ジュニア奪回もこれ史上命題じゃないですか。そうですね、もう早くね戻したいですけどね、杉浦がライガーに敗れまして流出したままとなっている GAC ジュニアシングルのベルト。さあグラウンドで激しい、あ、打撃張っていきます丸藤、ストンピング、頭を捉えて戻しました。先ほど小太郎にリングの下まで落とされた健太が入ってまいりました。俺の前に立つやつは誰であろうと蹴り倒す、そう語っている健太、自分の体重を全部この鈴木小太郎の喉元に、つま先に体重をかけて押し込んでいきます。一旦ブレイクしてもう一度首のあたりを踏みつけていきます。健太の体重80キロ、腕の力も加えまして鈴木小太郎を痛めつけました。さあ中央に持ってきたボディースラムから一度飛び越えて、あーっとマルビンを狙っていた、それをかわしたリッキー・マルビンです。目が離せませんね。そうですね、リングの中だけではありません。
タク戦です。ローリングソバット迎撃カウンター式でいきました。この鈴木丸瓶組、その組んで長くないんですが、この連携いかがでしょうか。いいと思いますよ。いい感じにチームとしてね、軌道はしてますよね。この鈴木小太郎がこのマルビンから ルチャの動きを学び、そして、鈴木小太郎が、まあ、日本のレスリングといいますか、日本語とともに教え込んでいるという、まあ、プライベートも長いですからね。あ、そうなんですか。そんなあたりで連携がこの試合でうまく機能すれば、ベルト奪取というものがおのずと見えてくることでありましょう。打撃では1枚2枚岩手というこの健太、膝蹴りが炸裂するのか、体重を落としていますがまだ不完全な体勢、飛躍エビに行こうというところですが、小太郎が割って入って顔面にエルボーで、あ、健太の顔色が変わった。さあエルボーで応戦だ。完璧に捉えた。そして試合の権利ある丸美に対してスワンダイブ、あー捉えた、小太郎が捉えた、丸藤が来ている、丸藤をリングの外、あートラースティック、顔面を捉えた、そして丸美が飛ぶ、いったー、素晴らしい、そして小太郎キック、チャレンジャー構成、何が起こるか分かんないですよね。小太郎もリッキーも空中技見せました。あの丸藤も健太も、まあ、健太最近打撃にこだわる面がありますけれども、もともとその空中技非常に得意ですよね。バネあります選手ですからね、まあ、4人ぐらい抜いてもバネありますんでね、その王者に対して臆することなく鈴木小太郎、リッキー丸瓶組仕掛けています。王者をカバーまで持ってきました。長時間捕まった方がちょっとまずいですよね。あ、なるほど、まあ、ジュニアの場合スタミナ大事なんで、まあ、パワーというよりもそっち大きいですね。さあイケメンと言われるこの健太の顔面をかきむしって言葉を浴びせていきました。リッキー・マルビン、60分の一本勝負 GAC ジュニアタック選手権、スタミナ配分というのも非常に重要になってまいります。ロープを求めました王者の健太。あの三沢さん、この健太にとってですね、札幌というのが非常に鬼門でありまして、かつて3回ともあった GAC ジュニアのシングルのチャンス、いずれもこの札幌で敗れてるんですよ。あ、そうですか。さあダブルの攻撃、テイクのドロップキック、選手にとってはそういうのってあるんですよね。でもね、その嫌な思い出があるこの札幌で今日この防衛を果たすことによって気分を入れ替えたい、そんなものがあると語っていました。さあ小太郎が健太を捉えて強引に持ってこようというところ、さあ足をロックした、そこに丸瓶が来る、加速して、あーテイクドロップキック、完璧に顔面を捉えています。意識があるか健太、さあカバーから持ってくる、腕を取っている、危ない、王者組危ない、健太2カウントで返しました。健太は2002年の5月スピカで行われた第5代ジュニアのトーナメント決勝、金丸に敗れました。同じ2002年12月になりますが、この月サム金丸の挑戦も敗退、そして2003年の11月北エールでの杉浦に挑戦も失敗、3度連続ジュニアのシングルはダッシュなっておりません。この札幌、今宵迎えた6度目の防衛戦、この札幌で結果を出すか。さあ釣り天井の体勢、足は万全、さあ腕を掴んだ、行くぞと日本語でアピールしました。さあメキシコに GSC ジュニアのベルトを持ち帰るか。さあ体勢を入れ替えて持ち取る、月サムグリーンドームの屋根抜けて、もう一つ天井ができました。あ、その場でためを作っての顔面へのドロップキック、マルビンから鈴木小太郎へ、何か挑戦者顔面に向けての蹴り打撃が目立ちますね。さあ弓矢固めに持ってまいります。先ほどは釣り天井、そして再びこの背中に向けての攻撃を続けている、カバーの体勢だ、ケントがカバーしている。打撃には定評のあるこのケンタ、その攻略のために一つ一つ技を繰り出している青コーナーの鈴木丸瓶組です。
中央にボディースラム、そしてサマーソルト、背中から押していきました。この日のために小太郎ちょっと絞ってますんでね。あ、そうですか。あ、そう言われますと体のラインといいますか、ウエストから胸のあたりにかけてこの一戦に備えてきたんでしょう。絞り上げてきた鈴木小太郎、さあ体を落とします。体重を加えていきます。腕をこのように伸ばしまして破壊しようとする苦しい表情の健太、まだ距離があります。王者の健太がロープを求めました。目まぐるしく小太郎からリッキーに青コーナータッチワーク、非常に速いものがあります。ファルコンアロー、爆音とともに落としていきました。さあ細かいキックでカットに入った丸藤を小太郎が落としていきます。さあそれを横目で見たマルビンが一気にこの健太から奪い取るというのか、バックドロップはかわして顔面ハイキック、ここはうまく捉えている。さあまずリッキー・マルビンが見せる、あーこれは読んでいた、それを見たマルビンでした。マルビンが顔面であった、つま先でいった、マルビンがリングの下、鉄柱、三沢さん、はい、技の読み合いですね。そうですね、場外での乱戦、今度は小太郎が来たところ、小太郎が切りもみ式に鉄柵にぶち当たっていきました。一瞬いけるかなと思ったでしょう、しかし切り返されまして、マルビンが捕まる体勢になりました。一進一退、連続して攻撃を仕掛けていくことができません。攻守が目まぐるしく入れ替わっています。ここまでの流れを見て三沢さん、どうですか、赤コーナー青コーナー。そうですね、まだわからないですね。でもね、まあ、ちょっと健太が捕まりましたんでね、はい、ここはマルージャー健太を休ませてあげないといけないところでしょうね。相当なダメージというのはありますか、先ほど動画にもたれかかってますからね、やっぱり。なるほど、今赤コーナー付近戻った健太ですが、表情もうつろです。タッチがかわされまして、この健太から丸藤に試合の権利が移っていますが、ここでマルビンがあんまり長く捕まると今度こっちがまずいですね。あ、なるほど、それが先ほどおっしゃったジュニアの面で の, そのスタミナ配分という面ですね。さあ、ニードロップで割って入りました。ロープを求めたマルビンの後頭部に1たす1が2より大きくなった方が勝つとよくプロレス界では言います。10分経過、丸藤から健太に戻します。どれだけスタミナが戻っているか、細かいステップキック、顔面だ、どこかで見たぞ、カバーした、やり方を上げました。そして今一度絞り上げていこうというところです。キャメルクラッチ式で腕を喉元スリーパー式、そして左手は顔面を締めています。丸藤がロープの反動を利用して加速して、顔が潰れてしまう、丸藤意識はあるか、あった、返しました。ものすごい当たり方をしました。今喉に入りました。入りましたか、一発一発はきつそうですね、ふらついています。あ、このようにロープにもたれかかるようにして崩れていきました。あ、なおも先頭、あ、今噛んでますか、太ももを噛んでいます。その顔面口のあたりに張っていきました丸藤、6度の防衛なるか。 7.10、 ノア史上初の東京ドーム大会を見据え、ベルトを現在持っている丸藤健太組、今宵この防衛を果たしてこの先に何を見るか。一方の鈴木小太郎、リッキー丸ビン組、今日この試合でベルトを奪取して新たな動きに出るのか、その分岐点、分水嶺となる非常に重要な試合、 GAC ジュニアタック、現在王者軍が攻め込んでいます。標的はこのリッキー丸ビン、小太郎が今入れませんでした、カバーしています。カウント1、意地があります。右の肩を上げました。少しマルビンが捕まり始めたか、
少し足元がふらついていますか。徹底的にこの赤コーナー王者組はマルビンを痛めつけている。歩幅前進で、あ、届かない、届きません。腕を捉えた小太郎に、あ、タッチしてみろと。挑発以外の何物でもありません。王者の余裕か。いや、何か三沢さん、一つ一つの行動に気持ちが何かこう伝わってくるんですけれども、ね、現在はマルビンが捕まっています。首投げからロープを越えてギロチン、マルフジも来ている。そこでカバー、小太郎が声をかけている。ツーカウントでサードロープを捉えました。60分の一本勝負、まあ、やられながらチャンスを伺っていると思いますけどね、ルチャの名門に育ちました。一瞬の切り返しはもちろん持っています。ベルトをメキシコに持ち帰ることができるのか。少しふらついてきたか。その中でも反撃の糸口を見つけたいチャレンジャーサイドでありますが、膝から崩れ落ちて、あ、このようにいいようにやられています。コーナーのトップ、セカンドロープ、そしてサードロープのコーナーパッドに顔面を叩きつけられました。なすすべなしという状況、打開策はあるのか。ここも丸藤光成、レフリーを、あーと、レフリーを丸藤に奇策に出ました。羽の下から、あーと、一枚上手、王者丸藤羽を着て距離ができたところ、ラリアットかわした。さあ、この辺りからマルビンのペースか。あー、シングル、膝をピシャッとでいった、どうしたテクノドロップキック。あー、先輩のシャイニングザーボー。さあ、そして、さあ、その動きを、流れを受け継いで小太郎が転式、反転式ですね。さあ、カバーだ、反動をうまく利用しました。やはりこの辺りから流れを変えてきました。チャレンジャーサイド、コーナーのトップから高いダイビングのボディアタック。やはり先ほどの権利のあったマルビンの辺りから流れが変えました ね、 そうですね。やられながらもその反撃の隙を伺っていました。かかとを当てる、そして飛びついた、落としていく、かました。この辺りから連続技が出てまいりました。先ほどはリッキー・マルビンが長い時間捕まりましたが、ここから鈴木小太郎、この2ヶ月で3度のタイトルマッチ挑戦、実績を買われていますが、鋭いトラスキック、怖いでしょうね。20分経過しました。60分の一本勝負。さあ、ロープに飛んで顔面マッシュ、 5.3 新日本のドームにも出撃したこの丸藤、技を一つ一つ持ち帰っています。エルボーでマルビンを落として対角線、ひさし式のハイキック、顔面を捉えています。ダブルアームスクロス、パワーで投げていきました。ケンタ、サムグリーンドーム4000人が集まりました。 GAC ジュニアのこのベルトの行方を見守っています。さあ、コーナーのトップからスワンダイブ式、ミサイルが上から刺さった、マルビンは入れない、羽を切ます。今度こそ取る鈴木小太郎のそんな意地が肩を上げました。ここから流れるような攻撃で、あーっと、連携技、ファルコンで落としたところ、マルフジがエプロンサイドから飛び込んでダイビングボディープレス、さらにはケンタ、キロチンドロップ、技の連携、マルビン間に合った、流れを断ち切ろうとカットに入りました。20分経過したところ、さあ、落としていく、フィッシャーマンで落とした、蹴り上げる、今度こそ取る、そんな意地でやりましょう。さあ、コーナーを指さした、しのぐことができるか。なだれ式だ、コーナーを呼び指さした健太がニュートラルコーナーのトップに小太郎を据え付けている。さあ、ブレンバスターの体勢、マットからの高さ 1.4 メートル、捉えた、体勢を入れ替えた、エルボーだ、
エルボーを落としていく。さあコーナーから、コーナーからいったアクシズ出してきた。さあマルビンだ、もうこれチャンス、マルビンチャンス、王者は返します。マルビン息を止めても攻めなきゃいけないですね。苦しい場面になりましたがチャンス到来。バックドロップの体勢、マータンドロップ、そしてフルネルソン入ろうとした、尾骨のあたり痛めつけていきます。返したケンタ、セカンドロープにもたれかかっている。それを見たマルビンが行く、かわした、技の読み合いだ、サンドローかわした、かわした、読み合っている、技のその先の先を読んでいる、同士打ち、アウト、ドロップキックとラリアット、マルフジがリングの下、チャレンジャーチームチャンス、ケンタが残っています。バイキー畳みかけなきゃいけないですね。チャレンジャー最高のチャンス、マルフジがリングの下、ケンタを捉えている、かわしてジャムの体勢、トラスティック、ハムが揺れた、抱え上げて合体だ、落とした、そしてマルビンが狙っている、いった、突き下げに月面宙返り、ムーンサルト見せました。3つは入りません。さあここで試合の権利のあるケンタ、そしてリッキー・マルビン、この2人に託されたか。抱え上げてバックを取った、タイガースレックス、足を払った、コタローが足を払った。伊沢さん、はい、今のタイガースープレックスどうでしたか。よかったですよ、頭から押してましたもんね、受けにしようがないですからね、あれは。そうですよね、見事なアーチを描いていました。チャンピオンチームに変わりましたね。 GAC ジュニア、この青く輝くベルトを手にするのは丸藤健太か鈴木丸ビンか。誤爆は防いだ、誤爆は防いだ、坂は崩れました、丸ビン崩れました、両足でサイドロープを捉えていました。なんと25分を経過しました。長い試合となってきた、激闘となってきた。ジャパン回転をかわしている、マルビン蹴り合いだ、蹴り合いだ、ダブルロックダウンの動画両者ダウン、うつ伏せ状態のマルビン、そしてまだ立てない、こちらも苦しい表情のケンタ、ダブルロックダウン、マルフジもケンタもダウンしています。さあ赤コーナーではマルフジが、青コーナーではコトランが手を伸ばしている。まず赤コーナー、マルフジが来た、おっとマルビンを踏み越えて飛び越えて、まずコトランを落とした。ここで一気に王者が決めるか、距離を作って加速してエルボーを上から落としていく、足を捉えた、ハニバサミの要領、それを見たマルビンが、ここも返していく、テクトップキック、鋭さがあります。今ちらっとコーナーを見た丸藤、まだ健太は立っていません。ここは自分で何とかするしかない。マルビンをコーナーに戻さずにニュートラルコーナー、そこに据え付けました、なだれ式で持ってくる、おっとここをかわした、マルビンかわした、飛びついた、回転エビーエビードラップ、今度はマルフジだ、目まぐるしい攻防、顎を捉えた、チャレンジャー最後チャンス、コタローに託した、コタローが時代を変えるか、倒立してコーナーの外、エプロンサイド、そこからニュートラルコーナーのトップ飛び込んだ、風車式バックフリーカー、背骨を痛めていきます。動けない丸藤を見て、セカンドロップニュートラルコーナーから張っていく、顔面張りました、
この辺りが我慢のしどころか、苦しい状況、極限状態、そしてコーナーのトップ落としていったマルビンのソー飛び越えて、そしてコトローが振ってきた。丸藤が潰されています。ケンタがなんとかカットに入った。とても最近組んだパートナーと思えませんね。いいチームですよ。小太郎マルビン組が取るのか、丸藤健太が防衛記録を伸ばすのか。さあ取れた、払ったところで丸藤がリングの下、それを見てトロニージの体勢か。健太が来る、健太が来る、さあ行くぞ。丸藤に指示を出した、ダブルで行く。丸藤迎撃、迎撃をさらに迎撃しました。攻守が入れ替わっています。ダブルのパンダ両サイドに見せました。太郎苦しそうですけどね、ここは攻めなきゃいけないですね。悔しい中でジャマー高さがあった 2.9。 ブリッジは不安定でしょうね。そうでしたか、投げた瞬間に今左の膝のあたりを抑えました。さあ気合を入れた、今度こそ、今度こそベルトを手にするか、スミッコ太郎。パワーボム、いや、バックブリーカー、バックブリーカーから、さあ、落としていく。おっと、届いた、ブルーデスミに行こうというところ、アクスボンバーだ、アクスボンバー、この爆弾、マルビンリングの下、アクスボンバー、コ太郎立てません。腕を持って引きずり起こした。さあここで一気に王者チーム優勢、膝を当ててケンタを飛び越えて丸藤が来ました。丸藤ちょっと失速しましたね今、高さが足りませんでしたか。 それを見て新たなる連携技、こんなにお互い動いてればね、やっぱり来ますよ。来ました。丸藤に格闘要領でケンタの膝蹴り、タッチの差でありましたが間に合いました。マルビンが再びリングの下、さあ小太郎を踏ん張れるか、我慢できるか、これを乗り越えることができるか、ベルト体感なるか。セクドロップキック、腕を取ってラーマヒストラン、マルビンが返していく、連続ラーマヒストランの連続エンドレスワルツ、どちらに放るか。カウントは2だ、トラスキック、一瞬の隙、トラスキックの白根キャンプ、札幌に白根、ここも返した。丸藤の切り札を返しました。丸藤としては今もうこれでいけるかなという気持ちはありましたか。そうですね、勝ったと思ったでしょうね。白根返されました。もう早くね来てますね、コーナーに据え付けました。さあ決めるか、赤コーナーに据え付けてニュートラルコーナーを目指していく。さあフロムコーナーズコーナー、 6m、 さあしかしケッタが花いじめ、マルビンが入れない、大技を連発して持ってくる。さあ肩車の体勢、赤コーナーのトップ、そこで丸藤がリングの外に出ました。足を戻してマルビンもケントもリングの下、さあそこから行くか、マルビンが足を取られている、知らぬに改め関係ないか。さあどちらの体勢だ、打撃はコタローだ、いったマルフジの目は閉じています。意識はあるか、抱え上げて、さあこれが運命なのか。ブルーデスミー、王者のプライドを奪えた、
かったですね。今健太のカットがなかったら、なかったら分かんなかったですね。微妙なとこでしたね。4人が入り乱れるリング、さあトトライが決めるか。コーナーのトップ健太が下、おー下から蹴り上げた、あの位置に届くんです。わー膝蹴り、そしてコーナーのトップには丸藤が立った。さあそれでは6度目の防衛に成功しました丸藤健太組、勝利者インタビューがこの後行われます。勝ち名乗りを受けました丸藤健太、鈴木小太郎、リッキーマルビン組を退けています。6度の防衛に成功、この月サムグリーンドームから東京ドームへ、さあどんな声が聞けるんでしょうか。敗れた小太郎、マルビン組をいたわっているんでしょうか。リングサイドにはファンが押し寄せています。非常に激闘でありました。さあ勝利者インタビューです。札幌の皆さん、札幌の皆さん、まもなくリング上では月サムグリーンドームに集まったファンに向けて勝利者インタビューが行われるところであります。健闘を称えています。敗れたマルビン、さあ勝利者インタビューです。皆さんものすごい試合でした。見事防衛を果たしました6度目の防衛、マルー選手と健太選手です。マルーさん、 GHC 史上にも残るようなものすごい試合になりました。いや、それは相手が良かったからこういう試合になった、はい、健太さん、空中技に連携技、すごい挑戦者でしたね。そうですね、もう全然想像次第よりも強かったです。今まだリング下に2人がいます。声をかけてください。いや、もう1回という技何度でも、はい、いつでもどこでもやりますね、はい。健太さんの目から見て後輩の小太郎選手、どんな戦いに見えましたか。いや、もういつの間にかやっぱり肩並べてて、もう油断はできないっていうのを改めて今日感じました。改めて実力伯仲の素晴らしいタイトルマッチでした。さあ健太さん、防衛回数6回になりました。もう何かご自分のベルトのような感じにもなってきましたが、いかがですか。そうですね、まあ、東京ドームっていうか、ね、大きい舞台が待ってますんで、はい、まあ、ノアと限らず他団体でも自分で
名乗りを上げてくれればこっちはいつでもやる準備があるんで、はい。丸内さんから東京ドームという言葉が出ました。健太さん、具体的にやりたい相手頭にはありますか？改めていかがでしょう、健太さん。まあちょっと何言ってるかちょっとよく聞こえなかったんですけど。まあいつでも誰とでもやりますよ。では改めまして、ノアのビッグマッチ東京ドームに向けて健太さん一言お願いします。あのね、しつこい。丸内さん、おそらくノアのファンは新日本のあの選手も倒してほしいと思っていると思いますが、東京ドームに向けて一言お願いします。そうですね、まあ今回タッグっていう試合なんで、やっぱベルト持ってる限りはベルト持ってドームに上がりたいんで、はい。まあ今のところドームは健太は分かんないですけど、僕はタッグでは上がりたい気でいるんで、はい。まあ、そこはそれと理解して応援してください。見事防衛回数6度目になりました丸内選手と健太選手でした。